狼よ、とあるお方が。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の好機まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の好機、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への行き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。九郎様と話されたようですね。ああ、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様と話す、ああ、ほみ、一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼煙を使うとか。ああ、夜鷹の狼煙をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。一心様にお会い、この平頼んだ。お前さんか、何の用だ。巫女様。え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。少し目の影が薄くなったようじゃ。なんだと。それで何か用か。わしが惚れるのは鬼仏だけじゃ。木の中に見える仏様がいつだって怒ってらっしゃる。見えたまま
掘るよりないじゃろって。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。おお、あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。じゃあな、旦那。よう、旦那、また。ああ、情報以外の品のことか。昔の手癖でな、つい集めっちまうのさ。供養供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ品に寄せんもないだろう。じゃあな、旦那。巫女様も命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は。巡ってここに至るか。
人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、セキロよ。あなた。して、そのお主が何を知りたい？これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どう刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるもの。不思議ならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議よ。不思議はいずこに？千宝寺にあると聞く。ただ不思議は抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。たどり着く手立ては？アシナの城の外れにある捨て牢、その奥の水路を抜ければ行き着くじゃろう。行くか、セキロ。不死立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。セキロよ。迷えば敗れるぞ。
まだ埃がひどい。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して、共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。狼殿、ほんの少し眉間のし苦労さでは。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい。不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ。そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに流院の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。良い。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりと花だな。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流院の不死の契約がならざるとき引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならばこの桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。はっ。タケル様の流院もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。はっ。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。よい。花とは。まずはこれを。これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため
源の好機について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の効能一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。行くか、狼よ。頼んだぞ。あ、
だから、寄せつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。ん？おめえはヨタカの衆か？いいや。まあそうだろうな。風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ。おめえは？愛想のないこった。しつこい追っ手に仏頂面の忍び。アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主、抜け人か？まあそんなところだ。ところでよ、ちょっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。銭が貯まるまではここにいるからよ。気が向いたらまた寄ってくれや。この次からつま俺の見立てによるとだ、おめえにはこの鉄線なんざ似合うだろうよ。こいつがありゃ矢でも鉄砲でもなんなら大筒だってなんとかなら。あばよ。
よう、また。あばよ。よう、また。さてと、おかげさんでだいぶ銭もたまったぜ。支度には十分だ。ぼちぼち行くとするかね。どこへだ？金剛山の千宝寺。最近この辺は富にネズミが多い。気な臭くなってきたからよ。ちっと野暮用を済ませておきてえのさ。もちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということじゃな。へえ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。
おう、セキロか。これは。ああナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。まだ足りぬわ、セキロよ。さらに切れ。極めたか、セキロ。